倉敷貨物ターミナル駅は、岡山県倉敷市水島西通り2丁目にある、水島臨海鉄道水島本線の貨物駅である。貨物駅だが車両基地が併設されており、旅客列車用車両が乗り入れている。地上駅。水島臨海鉄道の車両基地や運転区、CTC センターが、構内に置かれている。そのため、車両の留置が行われている。 車両基地の南側に三菱自動車水島新車点検物流センターが置かれている。ここでは沿線にある同社水島製作所で生産された自動車にカーオーディオなどのオプション用品を取り付ける作業が行われており、一部の軽自動車は併設されたモータープールから12フィート鉄道コンテナに積載され、鉄道輸送されている。なお、当駅は 車扱い貨物のみを取り扱っている。コンテナ貨物は取り扱っていないため、軽自動車搭載のコンテナは、東水島駅発送扱いとされる。また、駅西側へ伸びる JFE スチール、西日本製鉄所倉敷地区への専用鉄道が残っているが、JFE スチールの敷地入り口前で完全に途切れているので、JFE スチール構内への出入りは、一切できない。 なお JFE スチール構内には、製鉄所特有の専用鉄道が広範囲にわたり、付設され、この専用鉄道で使用されている、各種特殊貸車や、機関車などの車両を新規に入れ替え配備するルートは、会場輸送で行われている。駅周辺は、水島林海工業地帯で、多くの大規模工場が集まっている。昭和60年版私有化車番号表。 トワイライトゾーンマニュアル13ネコッパブリッシング2004年ありがとうございます。